お姉ちゃん、僕とデートしようよ。そんな逃げちゃダメよ。いいチームじゃないか、パートナーだろ。あ、ついに背中向けられちゃった。ごめんなさい。はい、ということでね、もうね、前々回と続いてね、もうね、完全にね、まともに戦うことを諦めて、まともに戦ってんだけど、ハンドガンをね、遠慮なく使い始めていると。で、ハンドガンを遠慮なく使い始めた結果ね、400発くらいあったのがね、ついにね、100発くらいになっちゃったというところなんですね。いやー、どうしよっかな。このままだとね、ガンパウダーとかいろいろね、ちゃんと温めているんだけど、残念ながら、もうこれ以上、なんか一旦村長のところでリセットとかになりそうだよね。これまただからサラザールとかと戦うときにどうなるかだよな。まあそこまで行くんだったらさすがに、頑張るしかないよね。頑張るしかないってなんだ。小学生みたいな感想言っちゃったけど。まあ何度やられてもっていうね。これがまあライブ配信とかだったらね、わあやられてやんの、ザーまあ面白いみたいな、キャハハとか狙われるけど、さすがにね、録画で見せている以上、わっちょう。ねえ、ちょっと厳しいんじゃないかなっていう気がするけどね。さ、じゃあ行きましょうか。村長セクハラタイムでございます。やっぱりね、どんなにね、女性がたくさんいたとしても、20歳の巨乳金髪、ショートカット美女には勝てない。今回、まあ、エージェントになってるから、やっぱり、いろんなその守るべき命、自分の命も含めて、戦わなきゃいけないっていうのから、やっぱ反射神経が上がっているっていうのはあるのかもしれないね。ただその一方でやっぱり短気すぎるよね。なんかすぐ手出る人みたいになっちゃってるもんね、これね。あがめ立て祭る。来たれ、子羊よって。誰が子羊よ、誰がラム肉やっちゃう。さあ、行こう。走って。急いで逃げて。こけ散らかして。いっと。ちょっと待って。銃で一発で死ぬのに、こいつ。おー、逃げて。うん。あいったー、いきなりゲームオーバー。え、おいで。課金。アシュリー。あー、いいなー、俺もそれしたい。いやー、あれ、ちょっと待って、おかしいな。銃で一発で死ぬんだったら、ナイフは2発か？そうなんですよ。ここ、タイラントと貸してる、あれなんですけど、いや、じゃなくて、違う。うわ、またこのムービーシーンからだって、そういえば。めんどくせえんだな。ほいっと、じゃあ、行きましょう。で、そうなるのであれば、ほい、こっち。で、ほい、こっち。で、めっちゃ正面から来てる。ほい、めっちゃ正面から来てる。よし、逃げて。とりあえず、アシュリーがダメでも、レオンだけ逃げ切ればなんとかなるんじゃなかろうかという寸法です。こちら、ああ、やっぱりね。いった。あれ、なんか今、思いっきりサンダル突っかけみたいな靴に見えたけど、そんなことはないはずだ。でもなんか今回のレオンのさ、足元で履いてる靴さ、あれっぽく見える。闇金牛島くんに出てくるさ、凌介、違う、なんだっけな。自称おされリーダーの役やってた人。危なかった。オッケー、よし、そしたら、ドゥン。いやー、こいつ。まあでもね、こいつをハンドガンでサクッとやろうと思ったら、多分収録時間的にもそんなに大したことにならないと思うから、ちょっと粘って、何回死ぬつもりだよ、一発でクリアしろよって話なんですけど、まあとりあえず、頑張って、あなたは必ず食い止める。え、これ必ず食い止めるって読むの？の、ん？違うよね。立ち入り禁止。そうだよね。必ず食い止めるって書いてたらおかしいよね。なんか村長の決意が看板に書かれてましたみたいな。そんなノリになっちゃうもんね。で、ガンパウダー。よー、ストレンジャー。てか、いつもストレンジャーって言うけど、そういうあなたは地元民なのかなっていうね。あ、違う。これを書いて。で、バイで、ないのか、やっぱ、ワンチャプター1個とかなのかな。ね。ここら辺とかね。あ、そうか、ここら辺買っといて、あれか、全部、あそこに仕込んどかなきゃいけないね。で、ただこれ以上、彼で、なんか、手に入るというか、楽できそうなことも何もないから、とりあえず、チャーマンスいらないから行っちゃうか。で、赤場までは持っていけないですよ。赤場に持っていけるのは結婚指輪だけですからね。
ここら辺かな。よし。いつも食うならいい。じゃあ行きましょうか。回復薬が心もとなさすぎるけどね。うん。よし。じゃあまた来まーす。ああ、あったあった。これはありがてえ。ハンドガン16発。いいね。さすがに200発あれば十分だろう。ねえ。てか、ここ何の工場なんだろうね。ただのなんかミンチ肉を、あった。これを取り忘れてたら大変だったな。よし、OK。んで、じゃあ、うえその登るところどっからあったんだって話だよ。こいつ、どうやってあの渓谷を渡ってきたの？ピョンって飛んだのかな？ピョンって飛んだとしたら、なんかクラウザー並みの跳躍力を持ってるのかな？何をしたんだ、貴様。そんなの痛くも痒くもないぜよ。って持ってないハンドガンでね、ブチ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 やられてるけど。うん。我らが神に身を委ねるんだ。さて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 。どういんな、今日活動だな。今ちょっとエネルギーを貯めてました。全能の主よ、反撃しよう、力をお与えください。今与えてる最中だね。やっぱあれかな、一番はあのハゲがバレたことに対しての怒りなのかな。だってここまとかでもエージェントぶち殺していいもんな、彼らにとっては。だけど、これすごいよね。変身するシーンがなくて、もう爆発したらもうすぐにこうなっていましたっていうのが、結構かっこいいよね。主要力を。何が神だ。神だ、化け物め。さあ、逃げろ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 。まともに下にいたら、奇跡を。あんたも虫のお仲間か。イモムシのお仲間。ほっ、ちょっといい。これってでも、やっぱこうか。で、降りて、ほい、ほい、ほい。で、違うな。で、あ、そうですね。はい、すいません。で、ここ、あ、そうやな、ここで戦うべきだな。で、降りる。よし、OK。で、1、2。で、登ってください。OK。で、攻撃を仕掛けてくるから、ほい、2、3、4、5! ジョーブレー！こういう地道な戦い方をしなきゃいけないんだろうな、多分ナイスクリアってな。ほい、ほい、ほい、ほい。同じ血を受けたって、ああ、そういうことか。違うでしょ？同じ血？虫だろ？血ってどういうこと？飛んでふりして、飛んだふりしちゃった。レオンに今騙された。ほいっつ。ほい、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 ほい。やべ、登って逃げて、登って逃げて。オッケーオッケー、いい。地道作戦。ほい、2、3、4、OK。よし、いい感じ。この狂っとは余計なんだよな。よし、逃げて。逃げて、大丈夫。で、こっち。で、降りて。ほい。よし、その大かぶりしている最中は大かぶり。お、いいね。ほい、一発目、お見舞い、完了。あーちゃん、あ、捕まった。やばい。あ、でもこの時なんか、そのダメージ与えられてないな。オッケー。でもやっぱり逃げよう。あ、ちょ、2発目。あれ、この時食らってないもしかして。ダメージゲージなんかあんま減ってない。逆にあえて捕まった方がいいかもしれないっていう。あ、ちょ、あ、地味に食らってんな。地味に食らってるから、これで相手も実はダメージ与えられてるんじゃないか。受けよ、何を。お目目回らない、大丈夫。お目目クリクリした。図体の割によく、そう。そうなんでね、急に大きくなるからね、こいつらね、ほんと。よし、登っていって、で、くるっと回って、ほい。すごいよね、ほんと、これでも、あ、登ってる最中も攻撃できるの？それを知らなかった。ちょっと待って、そういう、ちょっと予想外の攻撃をされてると、あの、こっちも困っちゃうんです。登る、人生、登る、豚、腐ってなければ美味しそうなのに、降りてください、なんで降りなかったの？パリ、たわいない。よし、OK。ちょっと待って、回復。
ちょ回復がしたいんですよ。もう一回攻撃しとかなきゃ。降ります。オッケーオッケーオッケー。で、チン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 。やっぱ男の弱点はみんなここで。あー、そうでもなかった。あれ、血液通ってないのかな。同じ血を受けてるんでしょ。同じ血を受けてんだったらそこを。あー、ちょっと待ってよ。おら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 、うん、てかもうそこさせるスペースないんじゃないか貴様。よいしょ、登る。オッケー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 。急にそんな大和田常務張りの土下座をされたところで、いって、あれ今食らってるし、普通に食らってたぞ今。うわ、じゃあなんと罪深い。あー、おたわむれを、村長様、おたわむれを。おっと、ほい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 。なんかだんだんプレイが雑になってきてるから、もうちょっと丁寧にやろう。ほっ、危ない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 。ほい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 。あー、ちょ待って、そうだ、まあ逃げようと思ってたところなのに。ほい、登る。で、登って回る。くるっと、ほい、後ろ振り向いて。ほい、2、3。よし、あ、よしよしよし、いいね。あ、ちょ、おら、よっしゃ、上半身終わりじゃないよ、逆に下半身終了のお知らせ。さあ、こっからなんだよな。これどうしよっか。さすがにドラム缶は撃つか。ドラム缶は撃とう。そしてなぜ急にサソリになるのか。ドン、ドン、ピン。ででん、急なサソリ感。今回お口がね、ちょっとね、下品なんだよな、こいつね。あー、これは無理だ。あいってー、ちょっと待ってー。うげ。さすがに回復しよう。さあ、来るか。さあ、ドラム缶出しといて。オーケー。お返し。ほっ、ほっ。これが結構ね、強いんだよな。あ、出たーん。おーおーおお、あ、あれ今全く動かなかったけど。ふい。危ない。さあ、おいで。おいで。あれ、ちょ、全然来る気ないぞ、あいつ。いってー、逃げ場がなかった。やっぱ端っこから我慢するべきなんだな、あれな。あ、来た。これでも。ああ、めんどくさいね。もういいや。さっそくやっちまおう。でも、あの爆発を受けてもさ、その、なんだろう、普通に、生きてられるっていうか、握ってられるっていう力が、強いのはさすがだよね。さすがの握力？よいしょ。ほいー！ご褒美プレイ。ちょっとさすがに、めんどくさくなりました。まあ、ここら辺をね、もうちょっとね、粘るべきなんだけど、なんかすごい探してるぞ。あれ、投げれるものないなぁ、つって。ほい、これで、3回目やったんだけど、まだダメ。ほい、あって、ちょっと待って、普通に逃げる道にクリティカルフィットされちまった。恥ずかしい。よし、まあ、第一形態を、ちゃんと、なんだっけ、ハンドガンで、違う、ナイフでちゃんと倒すことができたんでね、お目目クリンってなったところでね、はい、まあ、無事、あ、まあ、ご褒美だよね、本当に、ボスを倒した後に、このおっぱいを眺められるっていうのは、ご褒美しかないよね。うん、毎回やるけど、やっぱ、今回のアシュリーは、アグレッシブさがっていいよね、本当にこんな体型の子っているのかな。ナチュラルでね。ナチュラルでこんな体型の子いるのかな。お前の髪だって、やっぱり、おっぱいって脂肪だからさ、その全体のその脂肪がどうなって、あ、でもアイテムないな。全体の脂肪、おっぱいがどうなっているのかっていうので、あちゃ、これ良くないよ。まさかそうなると思ってなかったよ。うん。だから、ここまでウエストが細い子がさ、ね、おっぱいだけ大きくなるって相当、うん、もう男を悩殺する存在でしかないよね。ただいま、ありがとう、愛してる。やらないか。あ、さあ、まあ、急大点というところで許してください。うん、じゃあ、一旦ここで一個しかないのか。さあ、じゃあラスボス戦に向けてのこいつも貯めておこうか。でね、次が何よりも辛いだろうね。あそこ、
で、実はここ意外と近かったっていうね。あ、あれ破壊してないから残ってるのちゃんと、ね、絶対な。よし、じゃあ行こうか。ハンドガンちゃんとしっかり貯めていかないとね、138発しかなくなっちゃって。いやー、やっぱ60発入るっていうことはね、装填を少なくさせてくれるから魅力的っちゃ魅力的なんだけど、あれ2発しか効かない。よし、決めた。やっぱり、一発一発を大事に使っていかなきゃいけない、と思うので、ストック外そう。ストック3を外そう。ああ、このまま送れるんか。そっかそっか。ありがたい存在ですね。そう。ストック3のさ、やってる、皆さん知ってます？ストックさんって。うん。のやってる求人紹介のあれがあるんですけど、登録したんですよ。で、今よりも年収の上がる求人しか送りませんみたいなこと言ってんのに、今よりも年収の下がる求人ばっかり送ってくるんですよね。まあもう、転職成功してるから別にいいんだけど、年収爆上がりしてるし。ね。そういうエージェント全然ね、株本さんの思いを受け取ってくれてないから。クビにした方がいいんじゃないかなって個人的に思うけど、そんな話はどうでもよくって、以上ですね。最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたらと思います。はい。で、しばらくね、また敵いっぱい倒すシリーズが続いていきますんで、できれば、ナイフクリアだけでね、どうしてもやっぱちょっとここ勘弁ならんってなった時には、ハンドガンを使うっていうのは、今までと変わりないかもしれないんですけども、そこはご了承ください。ではね、次回パートでまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。結局4回も死んでる。さよなら。バイバイ。